アメリカ航空諮問委員会、アメリカ航空諮問委員会、アメリカ航空諮問委員会、ナショナルアドバイサリーコミッティフォーエアロノーティクス、中は、1915年3月3日に設立された、アメリカ合衆国連邦政府の機関のつである、航空工学の研究の請負い、推進、制度化等を担う。1958年10月1日に、この組織は解体され、 資産や人員は新設されたアメリカ航空宇宙局に移った。当時語の中はアクロニムの中ではなくアルファベットごとに区切って NACA と読む。中の成果は今日の航空機にも用いられている。中は第一次世界大戦中に戦争関連のプロジェクトの参観学の連携を推進するための緊急措置として誕生した。ヨーロッパで作られていたフランスの エル、イテイブリスメントセントラルでエル、エローステーションミリテア、ドイツのエロードイナミケル、ラボラトリーオブザユニバーシティオブゲッティンエン、ロシアのエロードイナミックインスティトゥーチューブ買うときの、そして最も影響を与えた、イギリスのアドバイサリーコミッティフォーエアロノーティクス等の類似の国家機関がモデルにされた。1912年12月、ウィリアム・タフト大統領は、 カーネギー研究所の所長であったロバート・ウッドワードをナショナルエロードイナミケル・ラボラトリー・コミッションの委員長に指名した。委員会の設置を承認する法律案が1913年1月初めに両議会に提出されたが投票によって成立しなかった。1907年から1927年にスミソニアン協会の会長を務めたチャールズ・ウォルコットと 上院議員ベンジャミン・ティルマン、下院議員、アーネスト・ロバーツらの尽力により、1915年1月、諮問委員会設置の勧告が出された。委員会の目的は、飛行の問題点の現実的な解決法の観点での研究の監督と解決すべき課題の決定、その解決法の議論と応用であった。1915年3月3日、 第63回アメリカ合衆国議会の最終日、ウッドロー・ウィルソン大統領は法案に署名し、中の設置は承認された。1920年1月29日、ウィルソン大統領は航空機のパイオニアであるオービル・ライトを中の委員に指名した。1920年代初め、委員会は新しくより野心的なミッションを採択した。研究の応用を通じて、 現在のニーズに見合った軍事及び民間の航空を推進するというものであった。中の研究者はこのミッションを追求し、中は室内風土やエンジン試験場、飛行試験施設等を揃えた。民間や軍事の関係者も契約に基づいて中の施設を利用することができた。1922年時点で中には100人の職員がいたが、 1938年には426人になった。公的な役割のほか、研究員は非公式の無許可の研究も行い、1930年代のエンジンカバー、1940年代の翼、1950年代の超音速機のエリアルール等、その成果は基礎研究のブレークスルーにつながったものもある。一方、1941年には、 p-38 の圧縮率の問題解決のため、風道の速度を上げることを拒絶した。ラングレー研究所の9.118メートルの風道は時速160キロメートルの速度しか出なかった。また、モフェット連邦飛行場の2.13.0メートルの風道でも時速400キロメートルの速度しか出なかった。ロッキードの技術者は、 これらの速度では目的に耐えないと判断した。ヘンリー・アーナルド将軍はこの問題を取り上げ中の反対を却下した。その結果、中はいくつかの高速風道を設置し、1942年にはモフェット連邦飛行場にマッハ0.75、時速 920km の 4.9m の風道が完成した。中は初めて音速の壁を破った。 航空機は自分たちが開発したものだと主張している。ただし、X-1 はアメリカ空軍の所有であり、操縦もアメリカ空軍のパイロットが行った。また中は、初めて宇宙の端に到達した航空機 X-15 も自分たちのものだと主張している。中の開発した翼は、現在でも海 -22 等の航空機に用いられている。 1946年9月30日、ウォルター・ウィリアムズら5人の中の技術者は、中とアメリカ空軍と共同での X-1 の研究開発のため、ランブレー研究所からエドワーズ空軍基地に移った。1951年、リチャード・ウィット・コムは、航空機場での線音速の流れを物理理論的に説明する、線音速でのエリアルールを決定した。 中での経験は、第二次世界大戦時における、研究、戦後の国立研究所等についての強力なモデルになり、戦後は、アメリカ航空宇宙局に引き継がれた。1957年11月21日、中の事務局長、ヒュード・ドライデンは、宇宙技術に関する特別委員会を設立した。この委員会は、委員長のガイフォード・スティーバーの名前をとって、 スティーバー委員会とも呼ばれ、連邦政府の各局間やアメリカ合衆国内の民間企業、大学との間の協力を担い、それぞれの知見を宇宙計画の策定に生かすための特別な運営委員会であった。特に第二次世界大戦でロンドン上空のドイツ軍の V1 飛行爆弾を撃ち落とした自動追跡迫撃砲を開発したヘンドリック・ウェイド、ボーデが ロンドンを空襲したドイツ軍の部位にロケットを開発したベルナー・フォン・ブラウンと同じ会議で同じテーブルに着いたのは珍しい出来事であった。1958年1月14日、ドライデンはスプートニックショックを受けて A ナショナルリサーチプログラムフォースペーステクノロジーという文章を出し宇宙開発技術の拡大を訴えた。1958年3月、 大統領直属科学諮問委員会委員長のジェームズ・キリアンは、ドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領に対し、オーガニゼーション・フォーシビル・スペース・プログラムスと題する覚書を渡し、NASA 設立の認可を要請した。彼は、非軍事の宇宙計画は、中の強化と再組織化に基づくべきだとし、中は7500人の職員と3億ドルの施設を有する。 進行中の連邦研究組織であることを指摘して、最小限の遅れで、研究計画を拡大することができるとした。NASA が1958年に設立されると、中は解体され、ラングレー研究所、a ーエムズ研究センター、グレン研究センター等の研究施設は、アメリカ陸軍やアメリカ海軍のいくつかの施設ともに、新しい組織に引き継がれた。1967年、 アメリカ議会は NASA に NASA 長官に対して NASA の宇宙計画の安全性の問題や危険性について助言を与えるエロースプスセフティアドバイサリーパネルを設置することを指示した。さらに NASA にはスペースプログラムアドバイサリーカウンシルやリサーチテクノロジーアドバイサリーカウンシル等の諮問機関も設置され、1977年これらが合併し、 ナサアドバイサリーカウンシルが設置された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。